おはようございます。早朝からお忙しい中、いろいろ申し訳ございません。川越市火葬場関連訴訟の記者会見という形で、始めさせていただきたいと思います。でまずこの川越市の火葬場なんですけれども、川越市役所が作る祭所、火葬施設ですね、それの関係の訴訟でございます。でこの事業につきましては、すでにTBS の噂の現場さんですとか、テレビ朝日のスーパー J チャンネルさんですとか、 NHK のクローズアップ現代さんも報道に入られております。でなぜかと言いますと、その役所が17年前の公約を平然と破って、決してここには火葬場を作らないから葬祭会館を作らせてくれという公約があるにもかかわらず、年数の経過で時が変わって事情が変わったからここに作るんだという話になりまして、私、隣接地権者、それから周辺住民の方とですね、いろいろ住民紛争みたいな形になりまして、でもう2年半ばかりですね、いろいろ住民運動を進めてまいったんですが、川越市はやはり市長さんのいろいろ思惑もあるみたいで、その私たちの話を一切聞き入れずに、でついに今回訴訟というような形に至ってしまいました。でその詳しい経過ですとか内容については、この後弁護団の先生からご説明いただきたいと思いますけれども、その前にちょっと原告団弁護団調査関係のご紹介をさせていただきたいと思います。でまず原告団なんですけれども、その火葬場建設地の隣接地の地権者、それは私なんですけれども、それと住民の方12世帯16名の方が今回原告団ということで参加されております。で訴状の方は一応個人の名前で参加という形になっておるんですけれども、一応訴訟の関係でその市民団体ですか、任意団体みたいなものを作りまして、その小江戸に春を呼ぶフォーラムという名前の団体を結成しまして、それで訴訟に臨みたいと思っております。で私はその代表の、森田と申します。よろしくお願いいたします。それとですね、そのフォーラムの副代表として住民の窓口担当束ねですね、これが井原由紀子さんになります。よろしくお願いします。お願いします。それとですね、弁護団の先生方なんですけれども、3人今回ご参画いただいてまして、まずですね、池袋市民法律事務所の、釜井秀則弁護士です。釜井です。よろしくお願いいたします。それとですね、東京渋谷区の、日渡し法律事務所の日渡し俊一さん、俊一俊一弁護士さんです。よろしくお願いします。同じくですね、日渡し法律事務所の岩崎真由美弁護士さんです。それとですね、いわゆる火葬施設は有害化学物質をいろいろ排出します。その関係で私たちもその事業主体の看護師と同じように、そのシミュレーションですとかいろいろな調査を行いまして、その調査を受け持っていただいてますのが東京都目黒区の環境総合研究所さんで、こちらは代表者の高取敦さん、それと顧問にその青山定一先生、東京都市大学名誉教授、国際ダイオキシン学会所属、それと今日いらしていただいている池田小道顧問、国際市民参加学会所属でという形で池田さんにおいていただいてます。それとそのこのいわゆる住民運動みたいな形になりますけれども、その私たちの住民運動を支援していただいている団体としまして、環境行政改革フォーラムという、これは全国規模の数百人のいわゆる環境に関心の高い弁護士さんですとか、あるいは大学の先生ですとかジャーナリストの方がそのプラットフォーム的に交流する学会がありまして、でそこの学会がですね、学会を挙げて支援していただいております。で火葬施設はこの後話があるんですが、実質的な法規制がないということで野放し状態になっておりますので、高齢化を迎えて街中に看護師みたいに火葬施設ですね、そういうものを作るみたいな動きが多々ありますので、そういったものに対して法的な規制をかけた方がいいんではないかとか、適正な立地をもっときちんとした手順で進めた方がいいんじゃないかみたいな形のことを問題として取り上げたいということでご支援いただいております。それと都内にゴミ関係の NPO 法人で NPO 法人ゴミ問題防止連絡会という団体がありまして、そこは東村山市とか高野市ですとか西東京市ですとか、その辺の周辺と埼玉県内の自治体が入ってゴミ焼却関係のネットワークを作っておるんですが、そこの NPO さんが住民運動支援ということで全面的に支援していただいております。
それではこの後ですね、訴訟今回は2つありまして、建築禁止の仮処分命令申し立て、それと滑走路情報を看護師は真っ黒の黒塗りでほとんど出しませんので、その部分開示取り消しの行政訴訟を行いたいと思っておりますので、それについて弁護団の先生からご説明いただきたいと思います。じゃあ先生、すみません。はい、今の岩崎の方から、まず今紹介にあった通り、今回2つの裁判をしております。1つはそのもうダイレクトに仮想上の、建設禁止の仮処分ということと、あと1つはその、情報公開を 部分的に黒塗りというふうにしてますので、その開示、部分開示、決定取り消し訴訟というのを起こしております。で、私の方からまず、建設禁止の仮処分の方をご説明させていただきます。お手元に資料が あると思うんですが、川越市仮想上建設、差し止め仮処分申し立て事項の概要、これにとってちょっと説明させていただきますと、まず今説明があった通り、仮想上建設を予定されていますけれども、この仮想上が操業されてしまいますとですね、付近の住民の方の生命健康害し、またいわゆる平穏生活圏を侵害するというようなことで、埼玉地方裁判所に対して、建設禁止の仮処分を起こしたというものです。で、ここに至る経緯は簡単にご紹介がありましたけれども、もともと今現行仮想場が朝日町の方にあるんですが、そこの、平成9年から11年にかけて、改修工事まで起こっていますけど、古くなってきたということはある。でその中で今回のこの現場での仮想場建設というものが、新聞報道でみんなに知らされるということになりました。でその後もどんどん川越市はですね、住民説明会などを行いましたけれども、周辺の住民たちは先ほど言ったように約束もありますので作んないという約束もしていましたので、建設に反対し、でマスコミでもこうやって取り上げられました。そういったことにもかかわらず、川越市はどんどんと計画を進めていきまして、とうとう都市計画決定も行って事業認可も取得しだということで、そして、昨年の11月初旬より工事に 着手したという事態に至りました。ということで、そういったことでもこれは訴訟に訴えるしかないということで、今回裁判に至ったというのが経緯です。で本件の場所がですね、どういう場所かというのも簡単にご説明いたしますと、次のページになりますが、この川越駅から北東約 2.2km になりました。ですので決して山の中ではないです。で場所ももともと農地でありまして、付近にも住宅や福祉施設、学校のグラウンドなどもあります。ですので本当に言えば住宅地と言っても間違いない場所にあります。でそういう場所に来るということなんですけれども、先ほどあったように仮想場についてはですね、個別に法規制がないんですね。ですからそういう意味では野放しといえば野放しで、一応その国から仮想場から排出されるダイオキシン類の、削減対策指針というのは出ておりますが、個別に、規制するものはないと。でそういう中でも仮想場からですね、有害物質が出ているというのは、これまでも新聞報道も六角ルームが出ているというようなものもありましたし、この厚生労働科学研究費補助金総合、研究報告書という、これ公 の報告書が出ているんですが、この報告書の中にもですね、やはり仮想場から排出される排ガスから相当程度のダイオキシン類やが出ているということを確認されていますし、また水銀、これは歯に詰めるアマルガムからですね、やはりご遺体やっちゃうとどうしてもそういうのが出るということから、高濃度の水銀と、さらに六角クロムも出ているということが確認されています。そういう意味で、公にもこういった仮想場からは有害物質が出ているということが確認されている状況です。で仮想施設の問題点というのは、例えばダイオキシンを取り上げますと、ダイオキシンは高温で焼却すると出ないというようなことは言われてますけれども、仮想炉についてはどうしても遺体、ご遺体から骨を収骨しなくちゃいけない関係で、一体一体つけては消してということで、どうしてもやはり構造的にダイオキシン類が有害物質が出やすい状況になっているんですね。でそういう問題点や、皆様もその仮想場付近に行かれると分かりますけど、最近煙突低くなっているんですね。やっぱり周辺 の,
景観に配慮しているのか、だからどうしても低いんで、あの拡散しにくい、有害物質が拡散しにくいという、そういう、まあ、あの問題点があります。そういった仮想上の問題点からも、どうしても有害物質が付近に、落ちてきやすいということがあります。で実際ですね、現在稼働中の朝日町にある仮想場、これの付近の土壌調査ですね、先ほどご紹介ありました、環境総合研究所に依頼して土壌調査を行った結果、やはり電光仮想場に近い付近でですね、水銀とかクロム、カドミウム、鉛とかそういったものが多く、採取されたんですね。ですからやはり、そういうものが仮想場から出ているのではないかということが現行の、仮想場からも分かったということです。まあそんな形でですね、非常に仮想場は危険であって、で実際稼働中の仮想場からも出ているではないかということなんですが、今回じゃあ本件新しく仮想場を作られて、そこにいられる炉はどういう炉なんだということなんですが、それについては川越市は、まあ、ほとんど説明してないと。で単に大丈夫ですよということを繰り返し受けるだけで、どういう炉が作られているのか全くこう分からない状態なんです。ですので検証しようが、私たちの方で、本当にこの炉は大丈夫かということを検証しようがないということです。でそれで、まあ、丸田さんの方から情報公開を市の方にしたんですけれども、それが出てきたのが先ほど言ったように真っ黒、もう黒塗りだらけで全く分からないのが出てきて、私たちもちょっとゴミの問題とか結構やってますけど、ここまで黒塗りで出てくるっていうのはちょっと見たことないぐらい、ちょっとかなり問題だということで、やはりこれ自体も訴訟した方がいいだろうと、こんな情報公開はないだろうということで、これが訴訟になったということです。だそんなことで結局もう何もわからない状態なので、全く検証できない。で市は大丈夫だ大丈夫だって繰り返してますけども、結局検証しようがないから大丈夫とも言えないわけですし、実際仮想場というのが危険だということはすでに分かっていますから、これはこのままいけば問題であろうと。で実際どうなるのかなということで、先ほど環境総合研究所の方に、大気汚染の予測をシミュレーションしていただきました。でそうすると、ね、一応市の方もですね、自主アセスということで、大体これぐらいのものが有害物質出ますよっていうのは一応出してるんですね。だけど先ほど言ったようにそれも検証しようがないんですが、ただそれを前提に、まあ、ダイオキシン類については実測で今までいろいろ仮想上からこんだけ出てますというのが実際、報告が出てるのもありますので、そういうものも参考に一応安全を見て、ダイオキシン類については、予測してもらったんですが、そうするとですね、年平均濃度として最大で 0.78 ピコグラムというのが予測されたと。これは環境基準の 0.6 を上回るということなんですね。まあ、そういうことで、まあ、その他にもいろいろバグロムや水銀とかですね、二酸化硫黄とかもやはり悪化する可能性があるのではないかという予測が出ました。ということで、まあ、このようなことから周辺住民に非常にその有害物質が来て、健康生命を侵害する恐れがあるということから、この世は仮想場の建設は差し止めしなければいけないということになったわけです。でまたちょっと詳しくは後からまた説明がありますが、もうそもそもこの仮想場建設決定に至る手続きにかなりの違法性という不当性があるというふうに私たちは考えています。先ほど話がちょっと出ましたけど、15年前は作んないとはっきり言ってたのにもかかわらず作ってしまおうとしているというようなこととか、まあ、他にもさまざまその選定に関するプロセスに問題があるんではないかということがあります。まあ、そういったことから、まあ、全体的に見てこの仮想場建設というのは許してはいけないということで今回、申し立てに至ったわけです。でこの後ちょっとそのどんな手続きに問題があるのかというのをちょっと浜井弁護士の方から説明させていただきます。はい、じゃあこの今の概要のところの4ページのところの10番のところに、まあ、ちょっと列挙しております。一つが仮想場建設のその、この CA 総裁会館ですね。そこにはまあ仮想場はないんですが、葬儀とかを行う会館を作るときにここの場所には持ってきませんということをまあ約束してたんですね。でそのことはその市がこれ建設をしますよという説明会のところでもきちんとこういうパンフレットといいますか、こう説明書の中でですね、斎場を持ってこないというふうに当時はそういう方針を取っておりましたと。で
そこにはまた球場、ハツカリ球場というのがあるんですが、それをその近くに持ってきますよという計画でもありましたと。でも今回これをか予定地とさせていただきましたということを、ここに書いてあるんですが、しかしそれは約束違反でしょうというのが一つです。で、もう一つがですね、この約束違反だっていうのをとりあえず置いといて、これはいろんな候補地を彼らは選定をしてですね、でいろんな基準を作って選定地候補地を決めて、その中で得点が高いところをやったらこの場所になったという説明で、これで適正にこう選定をしたんだということを言っているんですが、もうポイントがですね、今の斎場から近いところっていうのがもう3点、今の斎場からどのくらいの距離があるか、そしてまたインターチェンジっていうところは非常に便利がいいところが、インターといいますか交差点がこう大きなところの交差、川越街道とあれは何でしたっけ、16号ですか、それのちょうど交差点があるんですが、その交差点からの距離がどのくらいかという基準が2つ設けられているんですが、まさにこの場所というのはそこに一番近いところなわけですね。その2つの基準を置くだけで他のところよりはもう高得点が取れるような構造になっているっていうような、そういう初めから下駄を剥がせるような基準を作って、でいかにも点数が一番高くなりましたというような形で、やっていると。さすがに公約違反だって昔約束してたっていうことがあるものですから、住民の同意の取る可能性のところは0点にしてるんですけれど、0点にしちゃって住民の同意は取れる可能性は極めて困難だけど、後の数値が高いからそこに決めるんだっていうのも強引なやり方だなと思いますが、そういう問題点があります。そしてもう一つはこの環境影響評価という仮想場ができた時にどんな影響があるのかというのを、先ほど実習アセスということで、市の方でもやってると言いましたけれど、これ予定地を選定したり構想とか計画を立てたり、またこれ都市計画審議会で、都市計画の中に組み込むという決定をしなければいけないんですが、その中でそういう資料が一切出されてないと。もう終わった後にできて、こんな形になってますよということを、後付けで説明しているだけと。だから環境に対する配慮ということを考えずにこういう計画を進めてきたというようなところがあります。そしてもう一つ、この敷地面積っていうのが、結果的にはこれ林地の予定地の地主さん、この森田さんがいるわけですが、が同意しなかったということで、予定よりも3分の2に小さくなりました。でこれ小さくなると当初の選定の条件のが最低何万メートル、何万平米っていうのが決まってるんですが、その平米にも満たない、条件を満たさない土地になってしまうんですけれど、それは選ぶ時の基準であって、選んでしまった後面積が減ってもそれは再検討なんかする余地はないというような形で、全く再選定のことを顧みずにまたやったというような問題があると。そしてあと4、5、6というところは、これは情報公開的な問題、情報開示の問題なんですが、その滑走路の具体的な情報開示をしないというところなんですが、情報公開がしたらですね、こんな感じでこの項目だけが出て、具体的な内容全部真っ黒、もう全てのページがこう項目だけは出てますが、具体的な内容は分からない、こんなところで、あとは、いろんな書類もあるんですが、こんな承認願いと書いても、あとはこんなようなやり方で、こう滑走路がどんなことかということすら内容を示さずに安全だと言ってやることは、これは大変おかしいではないですかというようなところを言います。であともう一つがですね、6番目のところは若干また4、5とは違ってますが、今の滑走場よりは安全だということでまた説得をしているんですが、じゃあ今の斎場でどんなふうに排ガスが出てるんですかということを、再建者というか住民の方で調べたわけですね。そしたら、なんとと言いますか、10年間全く排ガスは調べてないと。十何年か前に調べた結果はあったんですが、その少なくとも10年間は全く調べてないという、そんなような、だから調べてもないのにそれよりもいいっていうのはどういうことですか。お金をかけていい設備を入れますということだけしかやってないわけですが、データに基づかないでですね、安全だというような、その態度は非
非常にこう不誠実だし、行政の態度としてこれはまあ適正なちゃんと手続きを踏んでいくんだというところにまあ違反していると、まあ、そういうことがあって、先ほどまあ危険な施設を作ると、で作るのにあのまた作り方もですね、非常にこう乱暴なやり方でして、まあ、これはあの差し止めを認められてしかるべきであるというようなところであの主張をしているんです。はい、じゃあ次にあの、その情報開示、今の真っ黒にしたところを開示しなさいということで、あの合わせて機能いたしましたので、その点について私が言いましたら、一つの方の、その塗料という、これは、情報会の機械決定の取り消し訴訟の訴訟になります。先ほどの真っ黒だということですけれども、こういうあの一般的に火葬の物を燃やす場合にはですね、まあ、その燃焼の3条件と一致して、火はどの酸素がどの程度入るか、あるいは温度がどの程度上がるか、あとまあ燃えるものが何かということ、それが大事なわけですけれども、それについてその温度が十分に上がるのかどうか、それからその酸素が十分に供給されるような燃焼速度があるのかどうか、まあ、といったことについて、当然ダイオキシン等が発生するかどうか、という観点から非常に重要ですので、これは本来公開されなければいけないものだと思いますが、それについて、川越市の方が開示決定、一部その営業上の秘密に関する部分について、まあ、条例でよくある個人のノウハウの情報であって公開することによって当該法人に一時不利益が生じるとなる、2ページの3のところですね、まあ、そういったことを理由にして、開示にしていく。しかしまあ、ご説明の通り、こういう法人の情報であったとしても、3ページのところですけれども、3ページの上から行事ですけれども、川越市の条例においても、その例外というのがあって、やはり公開しなければいけないものとしては、意図があるんですけど、特にどのことですね、人の生命、身体、または健康に危害を及ぼす恐れがある事故に関する情報であって、公開することが必要と認められるものについては公開しなければならないという例外の例外ですね、開示のさらに例外で開示しなければいけないというものとしてそういう条件が定められていますので、これからすれば当然、火葬炉の、構造設備の構造能力については公開されなければいけないということでこういう訴訟を起こしているしないです。以上です。で、あと補足なんですけれども、もう一点ですね、実はその都市計画事業認可を取得しまして、それを取得して川越市の事業を進めておるんですが、私はその事業認可に対しても異議申し立てをやっております。で、これは私事で恐縮なんですが、私は元県職員で県庁 OB の職員で県庁に32年間勤めておりました。で、いわゆるその土木行政ですとか入札指名参加の手続きをやったりですとか、環境関係の行政を担当係長でやったりですとか、あるいは消費生活行政で県民の生命の安全、食の安全を守るという仕事もやっておりました。で、そういった分野においては県が説明会、講習会、市町村の職員対象に相手に開くときには、私は講師をやる立場にあった人間です。で、そういう立場にある人間がきちんとしたデータに基づいて、で、いろいろ主張して訴えているんですが、川越市は、川越市長さんはよほど私の主張が都合が悪いのか、私の主張は個人的な意見である、少数的な意見であるということで、全く真摯に対応しようとしていません。ですから、都市計画の事業認可につきましても、私は都市計画課が今、都市整備部でやってるんですが、隣の都市整備課で、その事業、区画整理事業ですとか、都市再開発事業ですとか、街路事業ですとか、それをやっていた事業課の筆頭係長をやっておりました。で、その私が見ても、その埼玉県の事業認可は書類審査だけで1週間もかからないで出しておりまして、で、埼玉県に出ない部分で、その都市計画の事前の段階でいろいろ問題がある部分がありまして、それを埼玉県はご覧になっていませんから、それをきちんと検討してくださいということで、昨年の8月26日に、その火葬場の都市計画事業認可に対して、異議申し立てを行いました。で、それにつきましては、今、埼玉県の都市計画さんも、時間をきちんとかけてしっかり検討したいということで、もうすでに6ヶ月以上経過しているんですが、まだ結論は出ておりません。ですから、都市計画事業認可の場合には、その採決を出す期限が法定されていませんから、
という意味では、まあ、出なくても問題がないのかもしれませんが、通常こういった行政不服の制度で6ヶ月経っても結果が出ないということは、これはありえないことです。で、なぜかと言いますと、一つの論点として環境面の不備、それがあると思います。で、私たちがやったシミュレーションと看護師がやったシミュレーションとあまりにも結果が違いすぎるということもありますし、あと私は役人やってましたんで、市の職員がその仮想施設を作る時の、仮想施設の維持修繕のマニュアルというものがありまして、それも私は入手しております。で、それを見ても看護師は従っていないところがかなり多くて問題があると思っています。で、例えば最近先ほどお話があったんですが、まあ、ダイオキシンというのはゴミ焼却場の問題でも一般的に認知されているんですが、それ以外にその歯の詰め物を、それを燃やした時に出る水銀、それと火葬する時にはステンレスの課題に棺を乗せますから、それを高温で焼却しますとかなり高濃度の基準のですね、数倍から時によるとですね何百倍のような六角ロム、これも猛毒の発がん物質ですけれども、それが相当量出るということが分かっていまして、でダイオキシン以外に水銀と六角ロムについても新しい課題として対策しないといけない、測定しないといけないと、その自治体用のマニュアルが言っているんですが、看護師は環境影響調査の中でそれを除外しています。入れていません。で、私がなぜかと言って追及しましたら、その新しいマニュアルが出たばっかりで、それが分からなかったからみたいなことを言ってるんですが、その前に国から厚生労働省からきちんと通知が出てますから、マニュアル、新しいマニュアルに出てることだから対処してないというのは、これは全く説明にもなりませんし、もってのほかのことだと思っています。そういった形で、で都市計画審議会の席上にも環境影響調査の報告書が出ていませんでしたから、環境面で不備があるということは埼玉県さんはよく認識されていると思います。それと用地選定の問題で、先ほど玉井弁護士からご説明があったんですが、いわゆる選定過程が非常に不明瞭で、私の反対で敷地の3分の1以上が当初の予定地からなくなってしまったんですね。今こういういびつな格好なんです。当初はこういう形であったんですが、で一番下の部分も私との測量が整いませんでして、都市計画事業認可の下りた事業地ですらまだ買収できていない場所が存在します。そういった段階でこのもう造成工事を始めてしまうなんていうのは、もう埼玉県で30年以上行政をやっていた私から見まして、これはもうとんでもない事態なんですね。ただこれは川越市の政治的な事情で、議会が今36人の市議会議員さんが全員現職市長さんのほとんど与党で、ここの場所にこの施設を作るということで市会議員さん全員賛成してますから、そういったことを言っても議会でまともに対応しようとしていません。ですから問題にならずに川越市執行部はどんどん事業を進めております。ただ皆さんは建設記者室の記者さんですからよくご存知だと思うんですが、実は県事業で新たな森の事業ですか、春日部に都市公園事業を作りまして、それの用地選定が不明瞭であるということで、昨年9月に埼玉県議会で自民党と共産党さんが議決して執行停止の議決がかかりまして、でその後ですね、まあ、上田知事は慎重に進めるみたいなことを言っていたんですが、やはり自民党さん入ってますから、平成25年度今年度の用地買収費がついていたにもかかわらず用地買収を停止して、用地費は繰り越しですね。で来年度の事業費は計上しないという事業がありまして、実はその事業に全く同じというか、それよりもひどい用地選定の状況です。それを私が資料を作って国名に県の都市計画課さんに検証を依頼しておりますので、時間もかかると思いますし、その点ではその県事業でそういったものは執行停止になっているのに、なぜその私が執行停止緩和の事業をしないんだということで県の都市計画課さんに問題を訴えかけていますから、その意味でも都市計画課さんは持て余してしまって、でまして私が退職していなければ、その担当していた方々は私の同僚であり部下と会ったかもしれない方ですから、もうかなりもう持て余してしまって難渋しているというような状況です。ただそれにつきましても、私は私の異議申し立て、私はきちんと県のそういった環境行政、消費者行政、道具行政、そういった立場で今の担当者よりも
時代はちょっと前ですけれども実務やってましたから、私の申し立てが受け入れられないようであれば、その都市計画事業認可についても埼玉県知事さんを相手にして都市計画事業認可の取り消し訴訟ですか。でこれは平成12年度の地方自治法改正以後は日本でまだ例がありません。ただ私はそれなりの根拠があると思っていますから、もし私が期待している検証が埼玉県さんによって行われない場合には、都市計画事業認可の取り消し訴訟、それも一応視野において検討したいというふうに思っております。とりあえず補足としてはそんなところですね。あ、そうですね。では当時住民の方に向けば、はい、うん、説明がない。今まで弁護士の先生たちが説明してくださった通りなんですが、一応やっぱり公約違反という形で最初は訴えていたんですが、ただその公約違反というのも重大なんですけれども、調査機関に依頼したことでものすごいダイオキシンが出るということが分かってきまして、で看護師が新しく建てた新ゴミ処理場で、そこは再支援のもの入れてますので、かなりダイオキシンとかの排出量が抑えられている施設なんですが、ただその今回私たちの家のそばに作られる震災場に関しましては、そこの2倍ぐらいのものが出るっていう検証になっておりますの で、うん、やっぱり近くに住む、そうですね、この資源化センターより量が出るということで開示した資料から、はい、私が国 の、 作った PRTR というその化学物質の移動届のその算式によって計算すると、この日曜265トン処理場最新鋭のゴミ焼却場の 1.82 倍ですから、ほぼ2倍弱のダイオキシン量が排出されるという計算になります。で、川越市はそれは気がついていませんでした。その排出量 の、 計算すらやり方がわからなくて、私が教えてあげたと、私が出してあげて訴えてということをのようなお粗末な状況でして、でそれに対してはただ川越市はそのゴミ焼却場はゴミ焼却場の基準 の、 10分の1、20分の1にしました、火葬場はその国の指針値、緩い指針値のそれの10分の1にしたから、それぞれ努力してるからいいんだみたいな本質的な議論を回避したまま事業を進めようとしております。ただ実態はこういったこの大型一般廃棄場施設の2倍ですから、これはもう大変なことだと思っております、はい、なので市の方にはその現今稼働しているその火葬場から出ているそのものについても全然データがないっていうことが分かりましたので、じゃあ何も測ってないのになんで最新鋭のものになったから悪いものが出ないからここに作っても大丈夫なんですよっていう説明ができるんですかっていう問い合わせをしたんですが、それに対しては何の答えもいただけず、でやっぱり資料、じゃあどんな炉が入ってどんなものなのか説明がなければ私たちは安心して生活ができませんということで、そこをきちんとしてくださいっていう説明を何度も森田さんと一緒に開示請求行ったんですが、やはり何度請求しても真っ黒塗りのものしか出てこないので、それでは私たちはもうどうやってじゃあそこが安全なのかっていうのをもう思ったらいいのか、そこわからないのでっていうことで、結局話が全然先に進まない状況で、ただそんな状況でも造成工事はどん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 進んでおりますので、やはり市の方としましては認可が下りているんだから反対住民が何を言おうがもうこのまま作ってしまえばあとはもう泣いてもらおうっていう、そういう感じなんですね。ですのでやっぱり近隣住民の人たちを集めまして、でこれじゃあもう本当にで多分川越市の一部の私たち近隣住民の問題としてしか取り上げられてないんですが、これを機にやっぱり川越市の環境問題っていうのは考えていかなきゃいけないと思っておりますので、やはりそういう問題意識を持っていない市民の皆様にもやっぱり税金を使って今回すごい規模の大きなものを作ろうとしておりますので、まあ、作るにしてもやっぱりきちんとしたものを作っていただかないと困るっていうことを市民として訴えていきたいっていうのもありまして、で今回はもう本当に自分たちのその生活の環境問題だけじゃなく川越市民の問題としても下手すれば埼玉県全体の問題としてやっぱり火葬場のことを考えていかなきゃいけないなっていうのをすごく今回勉強しましたので、やっぱり私も火葬場からそんなにすごいものが出るとは思ってなかったんですが、やっぱりゴミ焼却場のそばに住むのと変わらない、もしくはそれ以上のところに住まなきゃいけなくなるんじゃないかっていう不安に今すごく襲われてる
状況ですので、なので少なくとももうちょっと情報開示きちんとしていただいて、市の方からきちんとした説明を、しかも住民を取り除いてどんどん話が進んでまいりましたので、加工の時点でもう問題だということを市の方にも訴えてるんですが、そういうことにも一切耳を貸していただけない状況ですので、もうこれは本当にもう訴訟を起こしてきちんとした公の場でもう 市の方からきちんと住民に対して説明してもらわないといけないということで、今回、はい、訴訟に至りました。そうですね、でちょっと補足させていただきますと、その三原さんのお住まいになっている住宅はこのいわゆる予定地 の向かい側に支援の総裁会館があって、そのすぐ脇のところなんですけれども、ここはもう17年18年前に引っ越してこられまして、ここの皆さん方はこの支援の総裁会館を作るときに火葬場は絶対作らないから、総裁会館だから作らせてくれということで、川越市はここに総裁会館を作ったんですけれども、ここの皆さん方はそこの過去のことをよくご存知ですから、なんと第1回の説明会にこちらの井原さんのお宅 の7件は全部排除されて呼ばれなかったんです。過去のことが分かってしまいますから。それが2011年の暮れに TBS の噂の現場で取り上げられまして、報道されたんですけれども、そういった報道があっても川越市は2ヶ月ぐらい全く音沙汰なしでだんまりしただけで、ほとぼりが冷めるとまた事業を進めるみたいな、非常に私たちから見ると誠意を欠けるような報道を取っているんですね。でもう一点申し上げますと、その過去に火葬場を作らないっていういきさつがあったの説明なんですけれども、それは私は地権者で、当初の説明ではその安らぎの里の市営の総裁会館の中には火葬場を作らないという話であったんだから、だからその向かい側であれば法律的には問題ないんだって市長と直接会って話したんですけれども、川越市長もそういう説明を私にいたしました。ただ私は県職員でいろいろ行政的なことよくわかりますから、過去20年間の川越市の議事録を全部チェックしていきましたら、確かにその総裁会館の中には作らないっていう話があったっていう部分もあるんですが、その話の後にこの総裁会館もやはり迷惑施設ですから、その見返りとして地元のためにその向かい側のまさに東側のこの予定地には老朽化した球場を持ってきて人がたくさん集まる施設にして埋め合わせをしたいと、ですからその球場を市の総合計画に位置づけますと、それがこの市営総裁会館の条件ですという、そういったやり取りも全部議事録に残っております。ただそういったことも、まあ通常の住民であればわからないと思って、市長までが弁護士さんなんですけれども、そういった説明で押し通そうとしたんですが、まあ私がいろいろこういった主張をしてテレビの報道が入った結果で、 TBS だけでなくて、その後2ヶ月後にテレビ朝日のスーパー J チャンネルさんまで入られて、でもう市民に騙されたとか約束違反っていうんで形になってますので、看護師もさすがにそこまで言いますと、その向かい側に作らないという約束があったということは認めざるを得なくて、でそういったその後の説明会では、その周辺にも作らなくなった、作らないという話をしていたというように、若干ぶれてきて方向転換した状況はございます。ですから住民参加の手続きとしては非常にこれはもう悪質と言いますか、で私埼玉県で消費生活課で普及啓発担当の司祭係長職で、その悪質商法被害防止 のパンフレットを作ったり、インターネットで情報発信してましたけれども、そういった県行政で消費者行政の舵取り の一翼を担っていた私から見まして、まさにこれは役所が行う悪質商法そのもの以外の何者にも見えないという悪質な状況があります。でただいくら訴えても議会で取り上げられませんので、こういった事業が造成が始まる段階になりましたから、これはもう法的な手続きに訴えるしかないのかなという形で、現在のような状況に至っているというような次第ですね。はい、とりあえず、はい、じゃあご説明ありがとうございます。はい、質疑でいいんですか。そうですね、はい、はい、幹事社の NHK なんですけども、はい、確認になってしまうんですが、まあ、失われたのは2023年の2月23日の新聞で告知したんですが、はい、この時が初めて。あ、で一般住宅の方は、近隣住宅の方はその時が初めてですね。で私は当初予定地の地権者でしたから、地権者にはその年 の1月の下旬の夜に突然市の担当職員が来まして、で訪問されて
あの2月の初めに説明会があるからみたいな話でしたんで、私はですから一般住民の方よりはちょっと早く聞いてましたけれども、一般住民の方は新聞が全く初めてですね。これはプレスリリース、機関のプレスリリースということだと思うんですけども、はい、その時に同じタイミングでその住民の方とかに告知もなかったんですか？それはですね、やっておりません。で、3月の5日にその住民向けの保線場地区っていうんですけれども、町内向けのご町内合わせた説明会をやったんですけれども、それのですからお知らせを出したのが最初なんですけれども、ただお近くの皆さんはそれも排除されております。これ対象は、この保線場地区の住民の方々？そうですね、2500世帯の住民の方、ご町内ですね。この告知はいつだったんですか？説明会の説明会の告知は3月5日でしたから、それの多分1週間から10日ぐらい前だと推察しております。説明会は何回行われたんですか？説明会はですね、2011年の3月の5日とですね、それと私が抜けた予定地が変更になりましたから2011年の11月20日と、それとあと都市計画事業認可が下りた認可の説明会で昨年の8月18日と、都合3回です。でただ2012年の5月にその予定地が確定した後に環境関係の説明会を川越市は環境対策やるって言ったんですけれども、でそれについて私は非常に問題大きいと思ってましたので、川越市の市民オンブズマンを通じてきちんと開いてくださいねということで念押ししたんですが、なんと川越市はですね、資料を回覧すれば分かるということで、当初予定していた説明会をキャンセルされてしまいました。ですからそれを除くと都合3回です。はい、ちょっとまた別のことなんですけども、はい、川越市民市営斎場ですか、はい、これはいつ建設するっていう、まあ、公約したのがいつなのかなっていう、もしかしたらご説明の中にあったかもしれない。はい、市営の総裁会館ですか、はい、これはオープンが2000年ですね。はい、で作り始めたのは1995年ぐらいからいろいろ動きがあったというふうに聞いております。平成7年、まあ、平成で言ったら平成7年から8年ぐらいにその建設の話があって、その時に、まあ、同意をもらうためにここには、まあ、火葬場は作らないよという話をした。でその後建設がされて平成12年にオープンというような。記者さんからご質問があればお願いいたします。共同通信小林と申します。はい、そうです。すみません、ちょっと下のお名前の読みと生年月日と教えていただきたいんですけど、あ、私ですか、はい、森田信明と申します。はい、はい、で生年月日、私のですか、はい、昭和30年9月30日です。9月30日です、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい。今現職も県職員ということで、あ、私はですね、実は家庭の事情がありまして3年前に早期退職させていただきました。ですから今はもう県職員 OB という立場になりまして、で私の家自営業ですから他業をちょっと継いでやっております。ですから3年前のこの時期はまだ県職員だったんですが、今はもう自営業ですね、一般市民です。 どんな自営業です？あ、私ですか、私は家がですね、不動産関係 の賃貸業ですとか、あるいは農業もちょっとやっておりますので、母親とそんなことをやって生計を立てているというような状況です。はい、これ仮処分の方なんですが、はい、生命健康に対する権利、健康維持できる良好な環境によって平穏な生活を享受できる権利、財産権侵害、これ憲法でいうと 何条になるんですか？憲法で50憲法的には13条なんですけど、まあ、これは憲法というよりは司法、私法の問題なので、どちらかというと民法の話です。あ、だから法令上の根拠、この権利の具体的な法令上の根拠を知りたいんですが。ああ、それは民法の、まあ、そ人格権というのは特に定めたものというのは、だからちょっとあんまりなんていうか、その法律用語として明確になんか規定されたものではないですよね。なんか判例的に確立された概念という、まあ、人格権という人格権で、その
条文からすると不法行為のところに書かれているあのそういう権利を前提としてその人格権を前提とした条文が置かれているということと、まあ、導くとしたら憲法13条とかそういうあたりになってくるです、まあ、人格権に基づくものというのはプライバシー権とか肖像権とかそういうものの、 あの根拠として言われているところです。いや、まあ、基本的に訴え自体は民法で訴えているということで、はい、不法行為のところで、はい、あの 人格権に基づくと言ったら物権に基づくものと同じような形で、絶対的な権利ということで、それを侵害することでも差し止めるということは認められている感じと思います。これすみません、仮処分の申し立てで、まあ、もちろん案件によっては違うと思うんですけれども、そのなんですね、裁判所の判断が出るのっていうのはどれぐらい時間かかるんですか。ケースによるんですけど、そうですね、半年から1年あるいは場合によっては2年っていうのもありますし、決定によっては次どのように動かれるんですか。あの決定で差し止めが認められますと、はい、そうすると今度はあの相手川越市の方からですね、本裁判を起こせという、そういう起訴命令というんですが、そういう申し立てがなされて、起訴というのを起こす命令、起こす訴えの命令、はい、裁判を起こせという命令が来まして、で本裁判になって、うん、本裁判でまたやるということになります。それからもし万が一これが却下されると、はい、こちらの申し立てが却下されると、その時はその時でまたこちらから本裁判の申し立て、本裁判を起こすということになるかと思います。どちらに行ってもですから本裁判になる可能性があるか、あるいは仮処分が出るとそれの段階で川越氏が諦めて断念するというのもあるんです、うん、そうですね、そちらが本裁判する必要はない、そうですね、はい、でこれ係争中で事業は止ま停止されるんですか。 それ、うん、そこまでの仮処分命令が下りないと止まらないですね、はいはい、で単に争ってるだけじゃ止まらない、そうです、そうですね、はい、それもあとは政治的なところで、そういう裁判が起こっているときに強引に進めるかどうかというのは、うん、あとは議会との関係、今のスケジュールだとこの裁場はいつオープンの予定、ですね、小さい時は29年4月オープンの予定でして、でいわゆる建物の建設工事が今年の10月着工という予定になっております。議会で、はい、そうですね、あの通常であれば埼玉県議会のようにあの全体制抑散的な市長与党でなければ議会で議論になって、これは執行停止にならないといけない事業です。私が見ていて、あの30年以上県職員やってまして、当初予定地から3分の1予定地が減ってしまったらこれ話にならないですから、あの地方公共団体の事業は最小の経費で最大の効果を持って行わなければならないという地方自治法2条14項の大原則があります。ですから当初の計画がそれで出てきたものが3分の1減ったらもうこれは理論的には話にならないですから、それでも進めているというのは議会のチェックが全く効いていないという川越市の政治的な 特殊状況ですか、それが起因していると思っております。ありがとうございます。ちょっと原告の人数の確認なんですけど、はい、13世帯17名そうですね、5区で参加されている世帯さんもおられますので、ですからあの13人よりもちょっと多くなっているという状況です、ね、これは森田さんも含む人数、そうですね、私も含めまして13世帯17名ですね。で実はまだあの入りたいという声はあります。であの今回時間的な面もありましたので、この人数でとりあえず訴訟を始めさせていただいたんですが、実際にはですねもう20世帯以上で反対だけされている世帯がいると、さらにそれを増えてきまして、で実はあの都市計画の都市計画を作るときに審議会に意見書を出すんですが、それが一昨年の10月だったんですが、その時に意見を出した方は11名でした。で意見書は11名しか出ませんでした。でその意見書は全部反対でした。で事業が進んできて、今はその都市計画 の意見書を出した時のもう2倍以上が訴訟に参加したいという話になってまして、でさらに反対だけする人はもっと増えているという、これは私役人としていた私から見ると事業認可が下りているのにあってはならないことですね。でなぜかって言いますと、
川越市が情報を出さなくて、で事業を進めてきまして、で私がいろいろ調べて情報を発信するに従って、本当のことが分かるようになって、で反対する人が増えているという、これはあの自治体の税金使ってやる仕事としてはあってはならないことだと思いますね。はい、あとありますでしょうか。すいません、東京新聞なんですけども、はい、すいません、あの申し立ての方なんですけど、昨日申し立てて受理されたんですよ、はい、でそのメンバーもこの森田さんとここもメンバーです。そうですね、仮職の方はあの17人なんですが、はい、この、 あの、情報公開の方は、はい、うん、これは私が単独で個人でやってましたんで、はい、その後の法的対応も私個人でやっていこうと思っております。はい、というか、まあ、それしかできない、情報公開した人しか、はい、あの、はい、できない、はい、すみません、あの仮申し立て仮処分つどめの方なんですけど、はい、公約違反のことなんですけど、公約が実なんか書面みたいなものが議会の議事録、議会の議事録、うん、はい、ですから、まあ、その地元の自治会と協定みたいなものまでは作っていないんですね。説明会での口頭の説明、口約束で、その内容があの川越市議会の議事録にきちんとあの記載されているということです。でそれをその説明会の資料の中でもそういう方針だったということをちゃんとあの明示してます、ね、はい、はい、それが平成7年から8年に、行われた総裁会館の建設時の約束ということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか。よろしいですか。はい、すみません、ご参加の各社さんにちょっとお名前、共同通信と NHK と東京、そちらを毎日です。毎日、はい、事実通信、埼玉市、埼玉市、はい、平山さん、すみません、おいでになってない会社さんには投げ込み的に資料をお入れしてもらってほしいでしょうか。あ、こちら、よろしいですか。はい、はい、はい、はい。